はい、昼ビール放送局。今日のアウトプット。今日もまこねえと一緒にダイエットの勉強していきましょう。このポッドキャストでは、日本ダイエット健康協会の公認インストラクターになるって勝手に決めてる LGBTQ の Q、クイアのまこねえが普段ね、勉強で使ってるテキストをもとに、皆さんね、ダイエットを、の内容、ダイエットの勉強というかダイエットについて、私の学びをシェアしていくというアウトプット形式のポッドキャストになってます。で、現在は第5章、カロリーと栄養素とダイエットっていうテーマで、進めています。で、これまでの流れはこんな感じでした。1章が日本ダイエット健康協会の設立と趣旨と概要、2章がダイエットとは、3章は現代ダイエットの基礎知識、4章は脂肪の基礎知識、で、5章がカロリーと栄養素とダイエットというテーマでお話しています。で、このテキストは、私が使っているテキストは、各章それぞれいくつかの問題で構成されていて、問題一つ一つを、解きながら、ダイエットを学んでいくという形式になっています。そんなわけで、今日の問題は18問目。さあ行きましょう。今日の問題はこちらです。摂取する食品のそれぞれの量には理想とされるバランスがあるイエスかノーか。要は食べる食品にはそれぞれ食べていいバランスというか量っていうかが大体決まってるってことですね。さあどうでしょう。で、今日の大テーマは食事バランスガイドというものです。見るとね、見たことあるなんて思う方もいらっしゃるかもしれませんね。で、こちらが食事バランスガイドなんですが、ポッドキャストなので、資料を見ながら、私はお話してるんですけども、資料がない方にもわかりやすく説明するとですね、食事バランスガイドは、コマの形をしてて、下から、果物とかね、いろんな食べ物の食品のね、種類が並んでるっていうもので、もしかしたら病院とか、健康に関する事業をしているところとかに行くと、貼ってあったりするのを見たことあるかもしれませんね。そう、コマがモチーフのやつです。で、これはですね、厚生労働省と農林水産業が平成17年の6月に作ったんですって。食事の基本を学ぶ教材として作られてるんですけども、よく知ってて、知ってる人が見ると、これすごいなと思うんだけど、知らない人が見ると、なんでコマなんだろうっていうようなものなので、知ってるというか、知った私が皆さんにちょっと解説していきたいと思います。今回ほどね、なんていうか、イメージを皆さんに伝えづらいものはないんですけども、逆三角形で真ん中に、支柱が立ってて、その支柱がくるくる回ってるっていうモチーフのデザインになってて、上の方から、食べ物とかがどんどん並んでて、種類ごとに、並んで下の方に繋がっていくっていう感じですね。なんでコマなのかっていうのはちょっと次にお話したいと思います。このコマの四軸になっているものが、実は水とかお茶、水分を四軸としてあてがっています。つまり人間の体は常に水分がないと倒れちゃうんですよってことなんですよ。つまりね、なんでコマかっていうと、コマは回ってないと倒れちゃうじゃないですか。これは人間の食事も、やっぱり常にお水を中心に回っていないと、食事を取り続けないと倒れちゃうんですよということをコマで表現してるんですね。で、主軸は水とかお茶とかで、周りにくるくる回ってる人間の絵が描いてあるんですけども、それがね、何かというと、運動を表してるんです。そう。結局、食べ物をしっかりとっても、しっかり運動しなければいけませんよ。いけませんよっていうのを、コマのね、一番上の人間のところで表現してるんですが、そのコマには、1、2、3、4層に分かれて、食べ物が、4分割にされて、上から順番に並んでいくんですが、上からね、コマは逆三角形なんで、上から、必要量が多い。で、下に行くほど少ないっていうことになってます。で、上から、順番に見ていくと、主食、副菜、主菜、乳製品、果物っていう感じになってるんですが、主食といえばね、パンとかご飯とかがありますし、副菜ってなると、豆腐とか、ごめんなさい、ちょっと、絵が細くなっちゃってわかんなくなっちゃった。で、主菜、で、乳製品、果物と。で、乳製品と果物が、一番下なんだけど、同列で一番下になってます。要するにね、主食が一番多くて、副菜もそこそこ。で、主菜がで、乳製品、果物はちょびっと、みたいな感じで、一日の必要量を、この逆三角形のコマの形で表してるんです。これね、ほんと知ってると、なるほどね、よくできてるなと思うんですが、知らない人が見ると、いまいちパッとイメージできないかもしれないですね。そんなわけで、今日の問題を振り返ってみると、今日は、摂取する食品のそれぞれの量には理想とされるバランスがある。まさにさっきの逆三角形、上から順番に、たくさん食べていいもので、どんどん下に行くと、食べる量が少なくてもいいものっていう風に書いてあるので、これは摂取する食品のそれぞれの量には理想とされるバランスがある。これはイエスですね。そういう風にな、そうなんです。なので、好きだからって食べ過ぎちゃあかんということです。嫌いだからといって食べなさすぎてもあかんということです。やっぱりちょうどいいバランスってものがあるので、どういったバランスで食べるのが健康的なのか、そして、健康的に痩せるには、どれくらいの量をどれくらい食べればいいのかっていうのを、知りながら、ダイエットしていく必要があると思います。では、明日の問題はこちら。明日はですね、カロリーは1リットルの水を1度上げるための必要エネルギーだ。必要とは書いてなかったね。そう。ちょっとね、項目のスペースの関係で端折ったんですけど、テキストにはね、カロリーは1リットルの水を1度上げるために必要な熱量である、丸か×かってことになってます。一緒ですね。カロリーは1リットルの水を1度上げるためのエネルギーです。イエスかノーか。さあ、どうでしょう。これダイエットというか、もう科学の問題みたいな感じですけどね。そんなわけで、このように毎日ね、問題1問ずつ、少しずつダイエットの勉強をみんなに共有しているっていうのがこのポッドキャストです。ぜひ、また明日もご覧いただければと思ってます。そんなわけで、今日はね、ちょっと手短というか、ほんとね、内容がすごい濃くて時間がかかっちゃう日もあるんだけど、今日みたいにね、ほんと、テキストも食事バランスガイドがダーンと載ってて、これについてはこうみたいな感じでさーっと書いてあるだけなの。早い時は早い。そんなわけで、明日もね、明日は何曜日？今日が土曜日だから明日は日曜日。日曜日のお昼にまた会いましょう。このポッドキャストは毎日お昼の12時に配信です。そして、全部で100回、全100回なので、まだまだ先は続くんですが、40回じゃなくて、60回までが、3級範囲で、2級範囲で、61からだったかな、逆だったかな、違うな、40までが、2級範囲。で、41から100までが1級範囲。なので、後半に向けて少しずつ難しくなっていくし、専門用語もいっぱい出てくるようになると思うんですが、私の勉強のためにやってるのが半分なんですけども、これをやりながら、今まで中途半端に覚えてた知識が確実に知識になって、他のね、Mキャストとかでも知識をペラッと喋れるような自分になってきたのを最近実感してます。これはやっぱり聞いていただける皆さんのおかげだと思ってます。皆さん本当にありがとうございます。そんなわけで、また明日、まこねと一緒にダイエットの勉強しましょう。バイバイ。